勝。紫紺の大優勝旗を手にするのは静岡県代表南葛 SC に決定しました。翼くん、やったやった。第6回全日本少年サッカー大会は南葛 SC の優勝で幕を閉じます。優勝に貢献したのは何といってもこの人。最後まで素晴らしいプレーを見せてくれた南葛キャプテン大空翼くんでしょう。そしてその翼くんの名パートナー三崎太郎くん。ゴールデンコンビの名にふさわしいプレーぶりでした。今大会は怪我のため決勝のみの出場でしたが、見事に南葛ゴールを守りました若林玄三くん。その他の選手たちも本当によく頑張りました。劇的な優勝にふさわしい面々です。そして敗れ去ったとはいえ明和 FC もよくやりました。猛虎日向君をはじめキーパー若島津君、澤田君など素晴らしい選手を擁し、南葛と熱戦を繰り広げた明和 FC、本当によく頑張りました。この明和にも観客席から温かい声援が盛んに送られています。南葛の優勝ですね。そうするとやはり翼くんをスカウト。ええ。俺は今この言葉以外何も言うことはないよ。成田国際空港まで行ってください。翼、さよならだ。翼、日向君。翼、さすがだ。負けたぜ。第6回全日本少年サッカー大会は近年まれに見る好選手が続出し、大人でも目を見張る高度な技術が続々展開されました。この少年たちが明日のサッカー界を背負っていくのは間違いないでしょう。そして彼らの手で日本のサッカーを世界のレベルまで到達させてくれることを待ち望みたいと思います。そうだ、第6回全日本少年サッカー大会、ここに出てきた選手たち、こいつらが日本のサッカーを変える。いや、変えなければならないんだ。翼、やったな。優勝おめでとう。ほんま、ようやった。美咲、おめでとう。おめでとう、美咲。日向くん。あんたは。日向小次郎くん、あなたを東邦学園にスカウトします。え、でも俺は翼に。ええ、私たちはその翼くんもスカウトする予定なの。そして東邦学園は翼くん、日向くんのスーパーゴールデンコンビを完成させるのよ。俺と翼のコンビ。そういったすごいや、キャプテン。でも何をためらう。行け小次郎、お前の夢が叶うんじゃないか。監督、返事は今でなくていいわ。またお会いしましょう。俺
東邦学園にお世話になります。さあみんな、そろそろ宿舎に帰って帰りの支度だ。はい。翼、大変よ翼、ロベルトが。え？ロベルトが一人でブラジルへ帰ってしまったのよ。え？翼、やっぱり俺はお前を連れて行くことはできない。どんな理由があろうと、サッカー選手としての俺は敗北者だ。その俺がお前を教えることなどできない。もし教えられたとしても、お前の成長とともに激しい練習をするようになれば、俺の目が見えなくなってしまう恐れがある。そうなっては遅い。そうなって迷惑を被るのは、翼、お前だからな。翼、俺は一人ブラジルへ帰る。お前とはこれで永遠の別れになるだろう。翼、お前はこの日本にいてもきっと素晴らしい選手になれる。俺がいなくてもお前はきっとそうなれる。翼、さよならだ。ロベルト、ロベルトとブラジルへ行くこと、それだけを目標に頑張ってきたのに。またまたこんにちは。中継ならお任せ、デシャバリアナのチャーリーとキャプツバイチの美男子石崎亮のキャプテン翼ブレイクタイム。いやー、小学生大会なかなか盛り上がりましたね。ああ、1回戦で名和と当たった時はどうなることかと思ったぜ。まあ結局決勝では俺たちの勝ちだったけどよ。あれからもう3年経つわけですが、石崎くんたちの周りでもいろんなことがあったんでしょうね。ああ、ロベルトがいなくなってからすぐに美咲も親父と一緒に引っ越していっちゃったしよ。若林くんも三上コーチと一緒にドイツに行っちゃったんですよね。そうそう、プロになるまでは帰らんとか言って行っちまったぜ。ところで、このゲームの主人公、肝心の翼くんはどうしてるんですか？ああ、東邦学園からスカウトが来てたけど、結局俺たちと同じ南葛中に入ったんだ。ロベルトからもらったノートを先生に、サッカーの腕を磨いてるよ。ああ、じゃあサッカーにかける夢は失ってないんですね。当たり前だよ。あいつがそう簡単に夢を諦めるかよ。あいつは、キャプテン翼だぜ。石崎くん、練習始まるよ。はい、君、翼が呼んでる。
そんでなターリー、これからも俺たちの試合をバンバン中継してくれよな。はいはい、石崎くんも頑張ってね。それでは成長した翼くんたちの活躍を見てみましょう。春休みは有意義に過ごしたか？おーし、なんだお前らか。あのな、春休みだって県大会にずっと勝ち残ってまた優勝しちまったんだぜ。うちに翼がいたんじゃ、大会に早く負けていっぱい休もうと思ってもそれは無理な注文だよな。おはよう。おはよう、みんな。おーすまねえじゃ。今日からまた夏の全国大会に向けて練習でしょ。みんな頑張ってね。ああ、これに優勝すれば俺たち公式戦負けなしで卒業できるもんな。それに今度は史上初の全国大会3連覇がかかってるしな。そうだな。しかし残念だなマネージャー、せっかくの始業式なのに翼は今日の午後にならないと帰ってこないんだよね。日本サッカー協会の片桐さんと一緒に特別合宿に行ってるんでしょ。本当は寂しいんじゃないの。知らない。照れてやんのよ。しかし女ってのは変わるもんだな。ああ、あの南葛応援団の姉子が中学になった途端しっかり女らしくなっちゃってな。ほんとほんと。翼を好きだっていうのはまだ変わってないけどな。言えてる。翼くん、もうこっちに着いた頃かしら。ロベルト、俺はロベルトが残してくれた一冊のノートをコーチにサッカーを続けている。新しい技も体力作りもしっかり覚え身につけていってるつもりだ。翼、片桐さん、まずお前はこの日本で神話を作るんだ。そしてブラジルでもトップになれ。サッカーの国でもお前はナンバーワンを勝ち取るんだ。そして夢はワールドカップ優勝。今俺には一つの目標がある。史上初の全国大会3連覇、公式戦負けなしで卒業することが俺と日本サッカー協会の片桐さんとで誓い合った目標だ。そしてその無敗の記憶を持ってブラジルへ行く。サッカーの国、ロベルトのいる国へ。